こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。コメントで卵酢の保存はどれぐらい効きますでしょうかということですが、もう私も卵酢を作ってちょっと多めに作った時にどれぐらいしてからでしょうか、ちょっと色が変わったなと思って嗅いでみたところ、すごく変な匂いがしていましたので使うことをやめました。卵酢は1日でできますので、 100cc に卵2個を入れて少量作ることができますので、今日使いたい場合は前の日に作っておけば使えますので、なるだけ新しいのを使うようにされてはどうでしょうか。もし余分に作ったとして残った液をまた使いたい場合には、ちょっと匂いを嗅いでみて変な匂いがしなければ、お酢のツンとする匂いがすれば大丈夫だと思いますが、ちょっと匂いが違うなと思った時は使わない方がいいかなと思います。まあ1ヶ月ぐらいは大丈夫だとは思いますが、保存の場所にもよりますので、一概にこれぐらいっていうのは言えませんが、なるだけ新しいのを作って使う方がいいんではないでしょうか。ありがとうございました。2個。